ビッグチャンスを作ったソフトバンクホークス。そして長谷川です。オープン戦は3月11日から1軍に合流をしまして、8試合19打数5安打、ホームランも2本。足首の怪我から復帰してきましたが、どうですか、オープン戦見た印象としては。あんまり影響はないような感じはしますけどね。実際にその本当に生きたボール、1軍投手の生きたボールをどれだけ打てるかということですね。1回の裏から満塁というビッグチャンス。完全にボールが暴れました。オープン戦中はフォアボールなども全くなかったという、去年はかなりこのフォアボールで苦しんだ涌井でしたが、今年はその辺は十分に修正はされていました。デッドボールももちろんありませんでした。これが一つね、やっぱり開幕の独特な雰囲気の中での投球になりますから、さあ3-2です。次の1球です。早速山場1回の裏、長谷川空振り三振。1回の裏満塁の大きなチャンスをソフトバンクホークスは逃しました。1回終わってまずは両チーム無得点です。